大河ドラマ歴代大乙女俳優平成令和編。大河ドラマで大乙女を務めた人たちを紹介するこの動画、今回は平成令和編をお送りします。令和編はこの動画の概要欄にリンクを貼っていますので、そちらもぜひご覧ください。乙女および大乙女に関する説明は昭和編またはこの動画の概要欄をご参照ください。それでは平成令和編どうぞ。春日局、お椀役佐久間由志子、主演の大原麗子が登場するまではトップクレジットも務めた。飛ぶが如く、島津斉彬役加山雄三、大乙女を務めたのは加山だが、準大乙女の高橋英樹への一定の配慮も見られた。太平記、後醍醐天皇役片岡隆夫、はじめは出演依頼を断っていたものの、制作陣の熱意にほだされ出演を決めた。信長、加納瑞天役平幹次郎、平が大河ドラマで大乙女を務めたのは意外にも本作のみである。琉球の風、楊宝義役萩原健一、大河ドラマ初出演となる小林旭は総集編において事実上の特別出演とおぼしき待遇を受けた。穂村達、阿部の頼時役里見光太郎、民放時代劇の大物里見が本作において NHK ドラマ初出演を果たし大乙女を務めた。穂村達、藤原秀衡役渡瀬恒彦、戦術の里見光太郎と並んでダブル大乙女である。なおこの役は当初北大路欣也が演じる予定だった。花の乱、日野重子役京町子、京都よろずや金之助、銀幕の大スター同士の兼ね合いが注目されたが、金之助が先輩である京に大乙女を譲った。八代将軍吉宗、徳川綱吉役津川雅彦、本作には大河ドラマ常連俳優が多数出演し、その中で津川が大乙女を務めた。秀吉、織田信長役渡哲也、主演作「勝海舟の無念の病気降板」から22年、渡が本作で大河ドラマにおける完全復活を果たした。毛利元就、天子常久役緒方健、緒方が2度目の大乙女を務めた。なおこの役は当初よろずや金之助が演じる予定だった。徳川慶喜、弁役大原麗子、父の時代の加藤剛以来2人目となる全乙女を達成した。しかしナレーション兼任を利用した強引な手法は物議を醸した。元禄、両乱、徳川綱吉役萩原健一、2022年現在40代以下の若さで複数回大乙女を務めたのはこの萩原が最後である。
青井徳川三代徳川秀忠役西田敏行、主演の一人である西田が大乙女を務めた。また途中からはトップクレジットも務めている。北条時宗謝国明役北王子金也、北王子がもみの木は残った以来二度目となる大乙女を務めた。敏家と松前田利政役菅原文太、菅原が初の大乙女を務めたが出演は序盤の数回のみである。武蔵柳生石秀才役藤田誠、終始トラブルに見舞われた作品であり、この藤田も制作陣との衝突があった。新選組佐久間昌山役石坂浩二、この頃の石坂の俳優業は決して順調とは言えず、大乙女予想は佐藤浩市を推す声の方が多かった。義経平清盛役渡哲也、大河ドラマに3作以上出演してクレジットがトップと止めのみというのはこの渡だけが持つ記録である。光明が辻織田信長役太刀博、事前の大乙女予想は誰もが西田敏行を推していたところにこの太刀が大乙女を務めたためクレジットマニアを驚かせた。風林火山武田信虎役中台達也、中台が初の大乙女を務めた。作品全体としては極めて独特な基準のクレジットだった。風林火山宇佐美貞光役尾形健、尾形の出演が発表されたのは番組の中盤頃であり、この段階で尾形ほどの大物が登場するのは極めて異例のことだった。津姫島津成明役高橋秀樹、映像作品において島津成明が久光兄弟の両方を演じた俳優は2022年現在高橋のみである。篤姫勝倫太郎役北王子金也、北王子はこの前年に個人事務所から大手のホリプロに移籍し活躍の場を広げていた。天地人上杉謙信役阿部寛、民放連続ドラマでヒット作を連発していた阿部が満を持して大河ドラマの大乙女を務めた。天地人徳川家康役松方弘樹、勝海舟における外役主演以来35年ぶりの大河ドラマ出演となる松方が阿部寛と並んでダブル大乙女を務めた。龍馬伝木場貞吉役里見光太郎、里見の出演回数が少なかったためさまざまな俳優が止めを務めた。郷徳川家康役北王子金也、北王子が4度目の大乙女を務めた。全46回中44回に出演し止め回数を荒稼ぎしている。
平清盛、平忠盛役、中井貴一。父の貞慶次も大乙女を務めたため、大河ドラマ史上初の親子で大乙女を達成した。八重の桜、西郷頼母役、西田敏行。東日本大震災を受けての東北復興支援作品であり、本作で福島県出身の西田が大乙女を務めた。軍師官兵衛、黒田元隆役、柴田恭兵。大乙女を務めたのは柴田だが、竹中直人や寺尾明を大乙女に予想する声もあった。花もゆ、阿久沢水役、三田佳子。北王子金谷とのダブル乙女かと思われたが、総集編の最後の最後で三田の単独乙女が成立した。真田丸、真田正幸役、草刈正雄。乙女には内野聖陽を予想する声もあり、草刈自身も内野が止めだと思っていたと語っている。女城主直虎、南慶和尚役、小林薫。小林が加藤剛、大原玲子に次ぐ大河ドラマ史上3人目の全乙女を達成した。セゴドン、島津成明役、渡辺阿部健。ハリウッド進出以来、大河ドラマ復帰を熱望されていた渡辺が満を持して大河ドラマに凱旋、大乙女を務めた。伊達天、加納治五郎役、役所広司。役所が全47回中46回求めた。しかし回想や声の出演での止めが少なくなかったことから不満の声も上がっている。麒麟が来る、斎藤道三役、本木雅弘。徳川慶喜以来22年ぶりの大河ドラマ出演となる本木が、従来のイメージとは異なる道三を演じ、大乙女を務めた。青天をつけ、渋沢一郎右衛門役、小林薫。小林が2度目の大乙女を務めたが、草なぎ剛を大乙女に予想する声も少なくなかった。鎌倉殿の13人、暫定後白河法皇役、西田敏行。大泉洋を予想する声も多かった。西田の大乙女が成立すれば、大乙女作品数5作で歴代単独トップとなる。どうする家康、予想岡田准一、野村萬斎、阿部寛。役柄で言えば岡田だが、岡田を特別枠に据え、萬斎と阿部の出演が被らず、ダブル大乙女というのも予想される。光る君へ、まだ主演俳優しか発表されておらず、参考となる過去作品もないに等しいため、助演出演陣の発表を待つよりほかない。坂の上の雲、東郷平八郎役、渡哲也。クレジットにおいて無類の強さを誇った渡だが、その陰には石原プロモーションの名物番頭小林雅彦の辣腕があった。精霊の森人、帝役、藤原竜也。藤原が全22回中15回に出演して止めた。藤原以外では江本明と中村獅童が止めている。
上、大河ドラマ、歴代大乙女俳優、平成・令和編でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。